はい、というわけで始まりましたインボイスレディオ、ボイクションさん提供、声優の三石琴乃さんのストップインボイスで始まりましたインボイスレディオ、ストップインボイスの阿部でございます。インボイスレディオお久しぶりです。私たちの団体の正式名称はインボイス制度を考えるフリーランスの会と申します。ストップインボイスの合言葉のもと、インボイスに関するさまざまな情報を発信しています。今回は金曜日、11月17日の金曜日夜9時よりお届けしております。インボイスの問題点を深掘りするインボイスレディオ、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、制度開始1ヶ月、緊急意識調査結果報告と記者会見振り返りスペシャルということで、久しぶりに配信したいと思っております。早速なんですけども、メンバーをお呼びしたいと思っておりまして、この、緊急意識調査というのをやったんですけども、10月の終わり後半ぐらいから11日間やって3000件ほど集まって、結構なこの短期間でこれだけ集まった調査っていうのはすごいんじゃないかと思うんですけど、その、調査のデータをいろいろ集めてくださったり分析をしてくれたりとかしてくれたメンバーを今日一緒にちょっと振り返りながら話そうということで呼んでみました。というところでどうでしょうか、愛知支部のまずヒロさん、お話いただけたりするでしょうか。あ、こんばんは。あ、こんばんは、お疲れ様です。軽く自己紹介なんていうのもお願いしてよろしいでしょうか。はい、ストップインボイス愛知支部のヒロです、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。本当に軽い自己紹介でした。ヒロさんはいろいろとデータ関連のことをずっとやってくださってたりとか、ね、はい、あとは YouTube の、 国会の切り抜き動画とかを、はい、頑張って作りました。はい、ありがとうございます。あれ結構僕も勉強になるっていうか、すごく役立つ、なんていうんですか、国会で、あ、今日はこんなことがあったのかとか、そうですね、すごくいい情報で、はい、はい、はい、いつもありがとうございます。はい、そしてもう一人、安田さん、お話しいただけますでしょうか。はい、こんばんは。はい、こんばんは。安田さんも軽く自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、埼玉西部という名称をつけまして、私は所沢市在住なんですが、狭山とかその近辺でストップインボイスを広げたいと思いまして、活動をしております。いつもはライターの仕事をしておりまして、ストップに、としてそういろいろやらせていただくようになったのはごく最近、この3ヶ月ぐらいですかね。うん、はい。で、今回の、意識調査ではその3000件、寄せられた回答のうちの2000件ぐらいにコメント、自由記入欄に書いてくださった皆さんのコメントを読んで、分類したり、まあ、整理して、それで本当に団長の思いで選ぶという、まあ、そういう作業をしました。はい、一番多分この意識調査のこう深くまで見た人物じゃないかと思ってるんですけども、はい、はい、なんかそうですね、はい、沼にはまり込んでもがいたっていう感じがしますね。はい、その苦しみの沼から見えたものを今日お話しいただけたらと思うんですけども、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、そうなんですね。で、僕らだから10月始まって何しようっていうところで、やっぱりここは調査をしなきゃということでやってみたんですけども、さっき冒頭にもお話ししましたが、11日間で3000件も集まったっていうのが、やっぱりもうその一つだけ見てもすごく、なんでしょう、こう切羽詰まインボイスに対する皆さんの思いというか、切羽詰まったものというか、いろんなものを感じたんですけど、その辺、このスピードっていうか、その11日間で3000件集まったっていうところで、何かお二人からありますか、こんなこと感じたみたいな。ね、やっぱりすごく早かったし、まあ、今までそのストップインボイスで、アンケート調査って何回かやってるじゃないですか。でも、はい、断トツでしたね。その数の集まり方もそうだし、スピード感も。そうですよね。なんか最初の2、3日ぐらいでもう1000件とか。本当にそんな感じでしたね。うん、で、そもそもずっと
インボイス110番とかのフォームは、あの、ストップインボイスの方でも用意して、ずっとやってたじゃないですか。はい、でも、やっぱりここで、はい、なんていうんですかね、ちゃんと、開始1ヶ月のところで、どんな風に皆さん感じてますかっていうところに、まあ、ちょっと焦点を当てたっていうところで、まあ、答えやすく答えていただけたのかなっていうところですかね。うん。でも本当にありがたいなと思いました。はい、こんだけ声集めてくださって。で、まあ、ちょっと余談にはなりますけど、今日だったかな、あの、昨日かな、立憲民主党の芝議員とかも、このアンケート調査の結果のことを国会で取り上げて、10分ぐらいの質疑の中で全部それだったんですよね。これが元になってっていうことで、だから皆さんの声がちゃんと届いてるよっていうところで、本当に、あの、まとめて、短い、ちょっと時間がなかったんですけど、まあ、頑張ってやれてよかったなと思いました。うん、はい、ありがとうございます。安田さんなんかどうですか、このあたりは。そうですね、あの、一般的なアンケートとして、その3000件集まったうちの2000件にその自由記入してくれるっていうパーセントってかなり高いんじゃないかなという気はするんですよね。で、まあ、短く端的に語ってくださってる方もいれば、ものすごく詳しくディテールまで書いてくださっている方とかが多いのも、なんかすごくやっぱり切実にこう伝えたい、ここは大変だっていうことを伝えたいっていう気持ちが、やはり皆さんの中に溢れているような気がしました、うん、あと私は個人的にはやっぱり会社員の方が結構多くて、うん、あの、つまり自営とかその免税事業者課税事業者に関わらず、会社員の方のその経理の大変さみたいなものもかなり詳しく書いてくださった方がいて、うん、それがパーセンテージ3割近くいたんじゃないかと思うんですけど、それもすごくその社会に大きな影響があるということを示すことができたんじゃないかなという気がしています。はい、そうですよね。あの、一応ちょっとサマリー的なところを触れてみると、まあ、インボイス開始により会社員を含む全アンケートの回答者の約7割が、事業仕事の見通しは悪い、廃業を検討、退職移動を検討とマイナスの影響を訴えるっていうのがあったんですけど、そうなんですよね。あの、まあ、僕らも実は自由記入っていうのが、まあ、僕の個人的には、あの、自由記入欄っていうのをすごくやっぱり大事にしたいというか思いがあったっていうのが、なぜかというと、やっぱりこのフリーランスの声っていうのがものすごく何でしょう、政治とかメディアにそもそも拾われないことが多いと、まあ、ここがこうなんかこう組合とかに加入していたりとかすると、組合を通じて政治に働きかけとかできるんですけど、まあ、僕なんかも今、まあ、安田さんもヒロさんもフリーランスということで、なかなかその組合とか何か組織につながっていない人たちっていうのがフリーランスが多いだろうと思っていたので、なのでその、そういう声をやっぱり集めたいっていうのが僕の中で実は個人的にすごく思ってたところだったので、あの、自由記入欄にたくさんの方がコメントをいただけたっていうのはすごく嬉しかったし、やっぱりこれをちゃんと政治の場に届けなきゃいけないなっていう責任はすごく感じました。で、なので先ほどヒロさんもおっしゃった通り、あの、国会で今日々このアンケートに関することが扱われていて、うん、うん、ね、これで止めるまでいければいいんですけども、でも、あの、すごい声がちゃんと国会に届けているっていうのはまず一つ成果が出てきたとこかななんていうふうには思っております。はい。で、ちょっとまた続きサマリー読むと、あ、そうなんですよね。約7割の方が事業の見通し悪い、マイナスの影響を訴えているって言ってて、実はどこだったかちょっと名前忘れちゃったんですけど、ちょっと大きなところが、昨日ぐらいですかね、何かこう、やっぱり似たような意識調査の発表をしていたんですけども、ただそれ300人いなかったぐらいの人が多分、何でしょう、書き込んだ調査に参加していて、でやっぱり同じような数字だったんですよね、うん、そこがそのやっぱり7割ぐらいの人たちが見通しが悪いとかって言ってて、この辺の数字どう、まあ、当然だと思うんですけど、インボイス制度って、うん、こんなの始まって見通しいいぜっていう人はなかなかいないと思うんですけど、どうですかね、その辺の感想ってお二人ありますか。まあ、やっぱり、まあ、インボイス自体ももちろんそうだし、そもそもその前の段階でコロナ禍もあり、物価高もあり、うん、まあ、ガソリンの値段とかも、もうガンガン上がってて、
とにかく何か仕入れをするのに、すごく費用がかかるよ、コストがかかるよっていう状況で来てたじゃないですか。で、なかなかその状況が、まあ、そのコロナ禍もまだ完全に解消されたかどうかよくわからないような状態で、改善されないままインボイス始まっちゃったっていう感じなので、多分その売上とかが、うん、コロナの前と比べるとまだ戻ってないよっていう事業者さんもすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。だからむしろ支援が欲しいぐらいの状況なのに、逆に負担が増えてしまうっていうところで、まあ当然それで見通しが悪いっていうふうに思うのはまあ当たり前だろうなっていうふうな感じはしましたね。うん。当然ですよね。いや、ですね、その知り合いの方が、コンサルみたいなのやってる方から聞いたら、そこ、顧問先の方が、まあ、デパートに、まあ、百貨店とかに商品を卸してるんですけども、うん、はい、まあ、当然やっぱそこにインボイス絡んでくるので登録をしたと、はい、でだけどやっぱりその物価高だとか、まあ、コロナ明けたけどもそのまだ疲弊している感じで結局、全然今年売り上げが伸びてないらしいんですよね、うん、で そこに来てインボイス登録しちゃってこれ本当に納税できるのかっていうのをすごく心配している方がいて、うん、どうですか安田さん、そういう何かあもう多かったですね、はい、本当に仕事がなくなる、生活ができなくなる、うん、イコール生活ができなくなるってことですよね、うんうん、で、まあ、すでに仕事が減っているとか切られているとか、うん、あとは新規案件が取れない、もうすぐにそのインボイス登録してませんって言った時点で、ああすいませんって言って切られてしまうみたいな声もとても多くて、本当にコメント全部読んでると短くても長くてももう本当に不安が大きいっていうのが、うん、もう本当に印象は強くて、うん、読んでても本当に苦しくなりましたね。で先ほどヒロさんが言ってくれていた立憲の柴議員もちゃんと伝えてくれてたんですけれど、なんか不安っていうレベルじゃなくてね、鈴木財務大臣が皆様方をはじめとしてさまざまな不安やお悩みをお持ちだと改めて認識をさせていただきましたっていうふうに受けたんですけれど、それに対して柴議員がね、不安というレベルではなくて実際に取引停止とか取引価格の引き下げというところことが起こっていて、それによる廃業などの実害が出ているということをちゃんと伝えてくださっていたので本当に良かったなと思ったんですけれど、本当に実際にもう仕事がなくなっている、あるいはもうきっとなくなるだろうって予測していて不安だっていう人がもう本当に多かったです、うん、そうなんですよ、不安じゃないんですよ、ね、そうで不安だ、問題っていうか、そう不安だけじゃなくても廃業を考えたりとかすでに廃業したっていうコメントもかなりの数あったので、やっぱり廃業を考えなきゃいけないって、多分その自営であるとか小さな企業を経営したりとかっていうことを私もしたことがあるので、本当に廃業を考えるときって辛いんですよね、うん、もうなんかその辛さをもうやはり皆さん感じているんだなっていうのが、うん、もう切々と伝わってきましたね。そうなんですよね、うん、なんか僕も読んだアンケートの中でそれこそなんだちょっと、細かく忘れちゃいましたけど、やっぱりそのライフプランって言いますか、うん、その人生設計にもちょっと狂いが生じてしまったこのインボイスでみたいなのがちょっと僕どっかで読んだような気がする。そうそう、子育てとかね、うん、やはりその子供を産むことをもう考えられないっていうようなこと書いてらっしゃる方もいて、うん、まあ、あとはその意外と本当にいろんな方が書いてくださっていて、そのフリーランスじゃない方でも、例えばその精神障害を持っていて、その枠で会社で働いてるんだけど、そのインボイスの作業があまりにも複雑すぎてもう やっていけないかもしれないみたいなことを書いてる方もいたりとか、うん、だから本当にありとあらゆるレベルで辛い思いをしているとかいるんじゃないかなと思います。もういわゆるブルシットジョブみたいなことですね。あ、そうですね、そうです、そうです、生産性のない作業が、うん、まあ、だからこそあれですね、サラリーマンというかお勤めの方も含めて3割ぐらいの方が
多分この調査に参加してくれたっていうさっき話もありましたけども、うんうん、あのここは僕らも予想以上でしたね。このフリーランス以外の方からもコメントですね、うん、はい、まあ実際そのサマリーの中にも、2人に1人が経理事務負担を感じていると。で3割超が、説明や交渉の負担、手取りの減少を実感しているっていうのがあるんですけども、あのそうなんですよ、あの説明や、まあ、僕もその取引先とすでにもう 3,4 回ぐらいやり取りしている会社もあったりするんですけど、結局それってフリーランスから見ると、まあ、まあお勤め人の人もそうですけども、なんでしょうね、お金なんていうんですか時間って、僕らってやっぱ時間がお金じゃないですか、フリーランスで特に。でだからそういう、もうそういう説明とか交渉とかする時間がすでに普段の仕事を削ってやっていることであって、もうその交渉だけでもかなりの負担を感じていたりもするわけなんですけども、はい、そうで、あともう一つ、あの今回の僕らのこのアンケートで、まあ、ある程度想像はしてたんですけど、ここはどうしても聞きたかった質問があったんですけど、それが相談先相手がいるかどうかってことだったんですよね。で、あのさっき僕もその組合とかに入ってる方はっていう話もしたんですけども、あの結局フリーランスの人ってそういう相談先が本当にいるのかどうか。で、このしかもこのインボイスってなかなか1回の説明じゃわからない、1回の説明でわかる人ってそうそういないと思うんですけども、そんな中、どうやってちゃんと皆さん、インボイス登録するべきかしないべきか、この制度はどういうものかって相談相手がいるかどうかっていうのを調査したところ、まあ、半数、うん、制度について相談先のない人が半数いたと。で、その相談先のない人の7割以上が、まあ、免税事業者、年商1000万以下の小規模事業者だったっていうところで。これも僕はすごく問題だと思ってるんですよね。そうですね。やっぱり、で、しかも、よく、SNS でも話題になってますけども、コールセンターに電話しても繋がんないじゃねえかっていう話もあって、どうですか？お二人は相談、ちなみに相談先があったりするんでしょうか？一応私は、まあ、税理士さん頼んでるとこがあるので、相談はできます。でも、フリーランスの知り合いというか、まあ、友達とかたくさんいるんですけど、どうだろうな、その顧問税理士とかっていう感じで契約してるような人の方が少ないですね、おそらく、うん、安田さんなんかライターさんで、僕もライターですけど、ライターはでなかなかいないですよね。ないですね、あの税理士さんに頼むほどの収入もないですので、うん、で、昔は青色申告会に入ってたりしたこともあったんですけど、うん、今どこにも所属していないので、じゃあどうかって言われたらないですね。そうなんですよね。だったらコールセンターかけて、あ、出てこないになるか、うん、まあ、税務署に直接行って聞くかみたいな感じですかね、うんうん、そうなんですよね、まあ 僕らは幸いストップインボイスで優秀な税理士さんとか、もう超詳しい方がそばにいたから、いろいろ相談もできたりするんですけど、まあ、僕もこういう活動してるから、やっぱライター仲間からインボイスって実際どうなのっていろんな質問を受けてて、でそういう質問する人たちはみんなそういう相談先がない人たちばっかりですかね。ただ、うん、声の中でもピックアップした中に、税務署の窓口で預かり税ですって説明されたとかっていう人もいてね、うんうん、それじゃどうなのっていうことがたり、あとなんか窓口によってこう回答が違 う、それいっぱい見ましたね、うんうん、揺れがあるんですよね、うん、結局その確実にこれだっていう答えがあるわけじゃなく、ちょっとこう判断に困るようなことを、うん、やっぱりちゃんとしたなんていうんですかね、 Q&A があんだけ数あるのはまあそういうことなんでしょうけど、ケースバイケースで考えなきゃいけないようなことがたくさんありすぎて、結構揺れがあるんだろうなっていうのが分かりましたね。いや、それは揺れますよね。こんな世の中の商取引の一個一個にインボイス関わってきたら、絶対例外なんて、めちゃくちゃありますね。パターンがもう数限りなくあるから。
で、アホな推進派は186ページでしたっけ、 Q&A があって、はい、でそんなの全部読む必要 ないよ、自分たちが関わるとこだけ見ればいいじゃんって言うけど、そんなわけにいかないんですよね、日々の仕事をやっていると。いや、そもそもどれが当てはまるのかがわからないっていう。そうなんですよ。おまけにですよ、あの180数ページある Q&A っていまだに更新してますからね。ちょろちょろっと更新されるんですよね。そうなんですよ。あ、そう、本気で やる大丈夫なんですか、本当に。毎回それを当たりに行かなきゃいけないとか、ひょっとして自分が該当するところが、うん、あの判断が変わってるかもとか、そんなこと考え出したらもう本当にどうしようってなっちゃいますよね。なりますよね。はい。あとは、その、まあ、そのサマリーをもう一つ進めていくとですね、登録済み、登録検討中が5割を占めるも、そのうちの4割が登録しなければ仕事の継続が困難といった消極的理由で登録、もしくは登録を検討中と。まあ、これちょっと、あれ、だから、インボイスが入って、やったぜ、インボイス始まって、これが正規だ、なったぜっていう人が 2% くらいでそれでもいたんですよね。うん、はい、で、まあ、要するにそういう人たちどういうことかっていうと、自分はインボイス登録したと。で、その競合他社がインボイス登録していなかったもので、こっちに仕事がそれで回ってきたっていう人がまあ 2%。で、これさっき僕がちょっと紹介した、ちょっとあの会社名忘れちゃったんですけど、そのつい最近、上がった調査でもやっぱり 2% ぐらいの人が正規があったって言ってて、なんか結構正しい数字なんのかもしれないですね、うん、2% ぐらいっていうのは。でも本当、うん、でも 2% は、ね、ビビたるんですよね、うん、そうですね。あとこの話を昨日 ある人と喋ってたら、そんなにしてまで他人の仕事が奪いたいのかって言ってる人がいましたけど。うん、そうですね。どうですか、安田さん、その辺の 2% の人の声って、なんか、でもそんな声は、でも、そっか、自由記入欄にはなかったですね。なかったですね、ここがあのラッキーだったみたいな声は、皆無でした。あ、そうなんですよね。だからあともう一個皆無っていうと、よくこのインボイス制度が入るなら、簡易課税制度があるじゃないかと、で、簡易課税制度があるから安心だぜとか。そういう話もあったんですけど、この簡易課税制度に触れている回答っていうのもなかなか見当たらなかったですよね。うん、なんかそれであのそんなに苦労してないよっていうような意見もやっぱり少なかったというか、あんまりなかったですよね。で、結局その10月から始まって、あの初めて請求書のやり取りをしたときに、自分の準備が済んでても相手がどういうの出してくるか分かんないっていうところじゃないですか。で、はい、まあ、はい、よくあるのが、その、なんか番号は入ってるけど、税率だったりとか、その税率での額の表記がないとか、うん、そうすると差し戻しになっちゃいますよね。うん。うん、きっとちゃんと分かってやれてるっていう人は、やっぱりだいぶ少なくて、みんな、自分なりに調べながら一生懸命やってるんだけど、やっぱりどっかで間違ってたりとかっていうことがあるんだろうなっていう気がしますね。なんか国税庁だったかなのインボイスなんとか室の室長さんが、なんか雑誌、新聞記事で答えてた中で、予想以上に、なんだっけ、緩やかな船出だったみたいな、穏やかな船出でしたみたいなことを。言ってたんですけど、何をもってして予想以上に穏やかだったのかは僕にはよくわからないんですけど、声を聞いてないからでしょうね。どういうことなんですかね。これしか思えない。まあ10月入って、まあ、当然混乱はあるだろうと思ったんですけど、これどうなんですかね。いつまでこの混乱は月日が経つごとに静まっていくんですか。どう思いますか。やっぱり確定申告で爆発するんじゃないですか。違います。もっと大変なことになるんじゃないですかね。そんな気がしますよね、うん、来年3月。うーん、だもう一個心配なのは、やっぱりその課税事業者に自分がなっているって気づいていない人もまあいるんじゃないかっていうのはよく言われていて、
で、そうすると督促が来るわけですよね。で、消費税の督促って何でしたっけ？年率 14% でしたっけ？ちょっと忘れてしまいましたけども、結構な、なんでしょう、率が上がっていくんですよね、滞納の何率っていうんでしたっけ。ね、なので、ちょっとその、無心、予期せぬ無心国の方っていうのはちょっと心配だなっていうのと、あの、記者会見の時にも、代読、その当事者の代読ってあったんですけども、その方は、飲食店の方で、日本人じゃないと。で、やっぱりその、なかなか、インボイスのことを日本人でもよく分かってないのに、なかなか日本語が不得意な方は余計分からない中、多分そういう飲食店って多い気もしてて、あともう一個あれなんですよね、Q&A ってちょっと話飛んじゃうかもしれませんけど、日本語版ぐらいしかないんですよね、多分。外国語版ってないんですよ。で、Q&A ってただでも優しい、普通のインボイスを横に置いとくとして、税制の Q&A っていうのはもう、日本人でも、なんかこう、小学生でも分かるぐらいって、それは言い過ぎですけど、もう分かりやすい、丁寧な Q&A に普通になってるんですけど、インボイスに関しては、日本人が読んでもよく分からないし、その上、外国語版が全然ないって、大丈夫かって僕なんか思っちゃうんですよね。はい。そんな、どうですか？お二人ともなんかそんな感じで、なんかこう、この、調査を見つつ、この、もう始まって1ヶ月半過ぎますが、なんかお二人の中でこんなところ心配だなとか、もしあればしたいんですけども。いいですか？あ、どうぞどうぞ。やっぱり、あの、コメントの中で、その、フリーランスの人も、会社の人も、両方から声が出てたのが、特にフリーランスの方側から言うと、相手の取引先に迷惑をかけるのが申し訳ない、つまり消費税払ってもらうのが、申し訳ないわけですよね、免税事業者としては、はい、で申し訳ないし、そのこれまで良好だったこう関係っていうのはもうすごい長い月日を、ね、こう経て良好な関係を取引してきた関係先もあるのに、それがこれを機にどっちが負担するのっていう話をしなきゃいけなくて、で、いや長いからこっちが引き受けますよって言われたら言われたで、あ、ちょっとほっとする反面、あ、迷惑かけちゃうなって思うわけですよね、うん、で逆に会社員の人で、会社からその免税事業者は切れって言われると、ずっと関係してたのにここ申し訳ないなって思うわけですよね。で、まあ逆、それとはまた、その、なんだろう、日本人的なそういう相手を思いやるみたいなことをなしに、相手を猫ババだとかね、脱税の手伝いはできないよっていうような高飛車な、取引先もあったりするわけですよね。うん、でもそんなこと言われたら、もう本当、私なら泣いちゃうなと思いました。うん、本当に。うん、そうなんですよね。結局、そうなんですよ。あ、免税事業者がそのままでいいですよって言われても、結局相手の取引先の税負担が増えるであって、なんかあんまり喜ばしくないんですよね、結局のところ。うん。うん、あんまりいい気持ちもしないし。うん。うん、で、やっぱりその、板挟みになった辛さとかね、うん、あるいはやっぱり相手がそれで仕事が来なくなったら、倒れちゃうっていう心配もあったりとか、あるいは本当に共存できなくて共倒れする危険もあるっていうふうに書いてらっしゃる方もいたのでね。なるほどね、うん、そうですよね。だから僕らなんかもだから出版、まあ、編集プロダクションみたいなところから僕も仕事もらったりする時があるんですけど、やっぱりそんな大きくないですからね、まあ、もちろん大きな代理店さんと取引ある時もあるんですけども、ちっちゃいところなんか特に大丈夫かなって思っちゃいますね、僕は。うん、多分特にその手に技のある職人さんであるとか、うん、そのジュエリーかなんかのリペアしている方なのかな、そういうような感じの方もその技がない、技のある人をインボイスがないからって切ってしまっても、代わりが簡単に見つかるわけではないし、うん、その代わりを仮に見つけたとしても、そのクオリティを担保していくためにはすごく時間がかかるんだっていうことを書いてらっしゃいましたね。ああ、なるほどね、うん。そうなんですよね。簡単に、いや、この人未登録だから切ればいいっ
ていうわけじゃないんですよね。その代わりの仕事を探さなきゃいけない、代わりにできる方を探さなきゃいけない、うんうん、その手間とかもあるってところなんですけど、先ほどその猫ババみたいな話もありましたけども、まあ、今回その調査すると200事例ぐらい一方的な値下げとか取引排除の書き込みがあったんですけども、でその中にはやっぱりその着服猫ババし続けるつもりかとか、あとなんだっけな、犯罪者って言われたって話もあったりとか、その脱税の手伝いはできないからちゃんとしろと言われたりとか、まあ、きついですよね。きついですよね。取引先からこれを言われるっていうのは。で、おまけにこれは単なる誹謗中傷っていうか、すごく消費税に関する誤解から生じていることで あるわけでして。なんか、そういう誹謗中傷、他になんか安田さん見ましたか？ね、厳しいのはそのあたりですかね。あとは、その政府が、その税、何でしたっけ、税制を、正しく税を納めてもらうための制度だみたいな風に広報するので、うん、今までがその正しくはなかった、つまり、うん、免税事業者が税金を払ってなかったのが悪いことだっていう風に考えられちゃうのがすごい辛いっていう風な記載もありましたね。これどう僕なんか、まあ、免税事業者だったんですけど、ずっと、そもそも消費税ちゃんと請求しろよって言われてたし、そういうふうに、税務署からも指導を受けていたりもするし、まあ多分業界によっていろいろあると思うんですけども、だから、なんか今までいいよって言われてたのに、突然、お前らその消費税だったんだよって、なんかすげえ突然言われて、こっちびっくりしてるっていうのは正直なところなんですけど。でしかも、どうですか、課税事業者だろうが免税事業者だろうが、自分が何か仕入れをするときにはそこに消費税相当額が乗っかった金額で仕入れてますよね、うん、はい、でむしろ免税事業者はその控除ができないっていうか、まあ納めなくていいんだけども、うん、その仕入れた分の消費税をまあ差し引いて還付とかっていうふうにはならないわけで、うん、なんかやっぱりいびつですよね。いびつというか不思議というか、うん、でいきなりこの制度が始まるよってなった途端にその1000万っていうラインと課税なのか免税なのかっていうところで急に目くじら立て出した感じがあるじゃないですか。あるでも、はい、実際別にその本当に例えば3年前4年前ぐらいの時なんかはそんなこと誰も意識してなかったし、まあ、さっき安倍さんおっしゃったように、うん、本当に普通にやっぱ消費税相当分をちゃんと乗っけた請求書で出してよとか、まあそれはその仕入れ税額控除ができるからっていうのは当然あると思うんですけど、まあなんかそういう感じで普通にうまくやってたのにそこにこうひびを入れる感じになってきちゃったよなって。で今まで多分そこを意識してなかった人までなんかあいつらどうなんだみたいな風な見方を一つなんて与えてしまったっていうんですかね、うんうん、でもやっぱりそれはおかしなことだと思うんですよね。その小さな商売だってあるわけだし、うんうん、それが別にいい悪いはその金売上の金額では何も決まらなくて、ただ単に目の前のお客さんに対して自分の仕事をこう提供するっていうんですかね、まあ、それが仕事なわけじゃないですか、うん、なんかそこがなんか、うん、変なところで規定されてる気がして、すごく、まあ、そのことには憤りを個人的には感じますね。そうなんですよ。だから、いや、例えばだから、免税事業者が、うちは免税事業者だから消費税は請求しなくていいよっていうふうにして請求書を出したところで、相手が課税事業者だったら、その請求書を実は仕入れ税額控除してた、うん、できたりするわけじゃないですか。だから決してそのなんていうのかな、消費税、まあまあ東京地裁の判決じゃ、対価の一部、消費税は対価の一部であるっていう判決が出てるんですけども、なんか突然ここに来てお前ら脱税してたろとかって言われてもびっくりしちゃうっていうのが正直な
思いだったりもしますというちょっと繰り返しになっちゃいます。そこに妙にスポット当てた分、やっぱりこの反対運動の足かせになりましたよね。それを否定しなきゃいけないからまず、うん、あ、だからそれがもしなかったらもっといいところまで進めてたのかなとか、まあたらればになっちゃいますけど、うん、そうですね、全勝連民主全国商工、すいません正式名称が出てきませんか、全商新聞なんかにこの間その国税庁でしたっけね、とのやり取りをしたヒアリングした時の話が出てて、そこで財務省が言ってた、なんか出てましたね、はい、インボイスはそもそもその益税解消のためじゃないって言ったんでしたっけ、ちょっと細かいのがちょっと文言はちょっと解消が目的ではありませんだったかな、はい、で、まあ、確かに国会の答弁とかでもそうなんですよね。インボイスって益税解消のためなんて全然言ってなくてですね。そこは確かにその通りなんだけど、なぜか益税の解消のためだと思い込んでしまっている人がかなりの相当数いて、でもそれって多分財務省のミスリードとかもあったりもするんですけども。で、さらには、なんだっけ、その益税だなんだっていうのは、むしろインボイスの反対派の人たちが言って、なんだっけ、何でしたっけ、なんか反対派が益税に焦点が当たっている状況を作っているように見えるっていうふうに言ったみたいな。何なんだその回りくどい言い方。まあ要するにインボイス反対してる人たちが勝手に俺たちは益税なんかねえんだぞって言い張り出して、それが注目されてしまっているからお前らが悪いみたいな感じだった。ひどい。うん、困ったもんですよ、うん、はい、その他なんかこう安田さんこう見てて、ここはぜひともみんなさんに言っときたい何か。そうですね、まあ、いくつかあるんですけれど、まあ、例えばですね、やっぱりどうしようってちょっと皆さんにもインボイスの、ね、メンバーには相談したんですけど、自殺を示唆するコメントが約10件ぐらいあって、でそれがもうとりあえずその分類に必死になっていたその時期が終わってから、ああ自殺って書いてあったと思ってちょっとなんか不安になって、連絡を取れたらなんかこう電話相談窓口のお知らせだけでもできないかと思ってセレクトしたりしてみたんですけど、返信すべきメールアドが書かれていなかったというショックで、うん、だからなんとかその何だろう、本当死なないでっていうことは伝えたいなっていうのはあります。本当に何だろう、鬱になっちゃってるのかなっていう感じの人もいたりとか、あ、コメントでもありましたよね、なんかその鬱がどうの発症してしまってみたいな、そうそうそう、うん、でやっぱりもういつ死のうかと思ってるみたいなことをね書かれている方もいて、でやっぱりその自分が今までね、これはいいことだと思ってやってきた仕事とか心込めてやってた仕事がインボイスによって阻まれてしまって、もうなんかやる気がなくなっちゃったりするとね、うん、そういう気持ちにもなってしまうんだろうとも思うので、うん、これもしそれ書き込んだ方、これお聞きになってたら同じ思いしてる人たくさんいますので、うん、本当に例えばね、本当首をくくるしかない状況に追い込まれるかと絶望していますっておっしゃったりとか、うん、書いたりとかね、うん、あと精神的に追い詰められて死にたくなることがありますっていうようなことも切々と書かれているので、もう本当にこれはなんかね、黙って死んでいくしかないのかなと思ってますみたいなことも書かれていたりして、本当にインボイスでそんな風に思う人がいるんだっていうことは本当に苦しくて、うん、もうこの制度を考えた人とか、うん、今運用してなんだ、乗り越えよう、みんなで乗り越えましょうみたいなことを言ってる人たちに、この書いてくださったコメント全部読むまでこの部屋から出さないと監禁したいみたいな、そんな気持ちになりました。いやでもね、本当に今僕ら言ってるその当事者の声っていうのが PDF で見れるようにもなっていて、
で、これ僕らその記者会見の時にも、各省庁に渡しているんですよね。で、これはやっぱり、ちゃんと鈴木財務大臣にも岸田首相にも読んでほしいですね、うんうん、そうなんです、うん、で私そのざーっと読んだ後にその、まあ、一応その文章をね少し読みやすくこう整えたりしながらまあ、ライターなので私大体原稿は最後には音読をしてちゃんと確認するんですけど、それをやろうとしたら読めないんですね。もう喉が詰まっちゃって涙が出てきちゃって読めないっていう状況で、もう本当にね辛いんですよね。でもやっぱり声に出してその自分の肉声となった時に初めてなんか辛さがなんか自分のものになるっていうようなところがあって、うん、まあその13日にね海田裕子さんがお手紙代読してくださって、はい、その代読ももう聞いてて涙が流れそうになって我慢するみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりあれも多分お一人お一人声で自分の声で読んでみたら本当に辛さがこう自分のものとなると思うのでね、やっぱりそのボイクションの方々は皆さん声優でいらして、その聞くだけでもそれが伝わってくるというふうには思いましたけれども、やっぱり本当岸田首相にも自分で音読してみてこのコメントをって思ってます。うん、本当です。本当にインボイスで自殺者出たらどうするつもりなんですかねって本当に思うんですけど、うん、それこそ海田さんが読んでくださったその67歳の農家さんの話なんかでは、僕はやっぱり、結局その農家さんは、道の駅とかそういう市場とかとの取引が多くて、で農協との取引が全然なかった方なんですよね。でインボイス登録がもう、条件だっていうことになってしまって、でもう立ち行かなくなると、なんかねあれなんですよ、 SNS 見ててもこんなの嘘だって言ってる人がいて、なんでそんなこと言えるのか僕にはすごく不思議で、で簡易課税制度入りゃ楽じゃねえかって言ってる人とかもいて、いや67歳の農家さんにそれ言えるかって僕は思うんですよ。懇切丁寧に簡易課税制度があるじゃないですかってそれは説明してもいいけど、その方ってやっぱりやる気をすごくそがれちゃったんですよ、インボイスが始まることで。でそれでも彼は頑張ろうとして、まあ、今ある土地をその農業関係の会社に売ることも検討とかをするんだけど、これまたあれなんですよ、農地もインボイス絡んでくるんですよね。ちょっとここ難しいんですけど、土地っていうのはインボイスか、消費課税対象にならないんですけども、農地の場合は、農業をやるための設備とか、まあ、ビニールハウスとか水散水線とか、まあ、そういう設備があるんですけど、そこの部分がやっぱ課税なんですよ。で単純に農地ってその非課税にならないというか、だからそのやり取りを調べるだけでも結構大変なんですよ。でその方はやっぱりもう全てにやる気を失ってしまったということでもう廃業を選ぶんですけども、仮に彼が簡易課税を選んでまだ続けていける可能性もあったと思うんですが、だけどもう そのやる気さえ奪ったっていうのがもうこのインボイスの一つの問題点だと僕は思ってるんですよね。でその書き込んでくれた方の声に、カメラマンさんの声にこういうコメントもあったんですけど、まあ、液税ポッケないない猫ババ、そんな仕事やる価値ない、そうした言葉の数々に正直やる気を失っている。いや僕ね、これ読んだだけでも僕も泣けてくるんですけど、この方もおっしゃって、この方の50代なんですけども、やっぱこう正直やる気を失っちゃいますよね。で、あ、今漫画家の玉木望先生もリスナーでいらっしゃいますけど、玉木先生も国会前でお話ししてくださった時も、やっぱり何ですかね、プライドだと僕らってやっぱり仕事をしている、仕事ってやっぱ対価で、その誰かを喜ばせるために、その喜ばせて誰かの代わりに何かをやって、その対価を得てっていうことで、やっぱりみんな仕事にそれぞれプライドを持ってやってるんだけども、なんかそのプライドさえ奪っていくというか、ズタボロにされる制度っていうのは非常に腹立たしいと思っております。で、あとアンケートでも、一人親方をたくさん抱えてるような、まあ、例えば大工さんなんかもそうですよね。その、いろんな左官の方とか、
その壁をやる方とか、いろんなその技術を持った人たちを束ねて一軒家が建つと思うんですけど、そういう人たちがどんどんこのインボイスが始まることで、まだ本当は続けられるのに、まあ、例えば70代とかになってると、もうそろそろ畳むかっていう、その背中の一押しをしちゃうっていうことなんですよね。で、それがその自分の、例えばその大工さんなり建築屋さんのブレーンで、周りにいたそういう素晴らしい技術を持った人たちが、同じタイミングで一気にごそっと抜けたら、もう家建てられなくなっちゃうんですよね。で、ちょうど、今日か、衆議院の外務委員会で、日本共産党の国田議員が、伝統産業の話をされてたんですよ。はいはい、で、それはその、京都だったかな、そのちりめん、織物っていうんですかね、ああいう繊維産業の話をしていて、結局その、すごいいい着物とかも、細かく、こう、仕事が多分分けられてるんですよね。出来上がるまでに、反物ができるまで。うんうん、で、その間に、やっぱり、免税事業者さんというか、はい、技術を持ったおじいちゃんとかおばあちゃんがいて、そういう人たちが一生懸命やって、まあ、例えば100万とかするようなすごいものが出来上がるわけなんだけども、その途中途中のやってる人たちは、結構、その、細かい部分の作業だから100万円台ぐらいしか売り上げがなくて、みたいなことを、国会で、おっしゃってたんですけど、で、そうするとそういう人たちってもう、仕事は好きで やれるけど、その税のことをわざわざ勉強をさらにして、今までやってなかったことをなおやんなきゃいけないとか、じゃあパソコン買って会計ソフト入れてクラウドでなんかやるって言っても、そんなことできないですよね。だから本当にその、なんていうのかな、いろんな職人さんたちの、まあ今ギリギリ技術を継承できる最後のタイミングのような方とかを全部退場させちゃうようなことになると、これ日本のそのいいものとかいい技術とかっていうのが全部どんどん失われてっちゃうトリガーにもなりそうな気がして、なんか、何を、目指しているのかなっていうのがちょっと本当によくわかんなくなっちゃいますよね。いや、おかしな話で、さっきの農家さんもそうだし、今の一人親方の方もそうなんですけど、税制が人生の仕事のゴールで終わるって幕引きって、なんて悲しい社会なんだって僕は本当に思うんですよ。そんな農家さん30数年農業をやってきた、30数年建築でやってきた、でこれは町のインフラを守ったり、日本の食っていうものを守ってきた人たちですよ。で、その人たちの最後の幕引きが税制で終わるって、なんですかね、これ。むしろ感謝をするべき方たちなのに。憤りしかないですね。憤りしかないですね。おかしいと思うし、あと、この間のその記者会見の時に、ちょっと後から思ったのは、中小企業庁でしたっけとか来てたけど、はい、一言喋ってもらうタイミングが多分なかったですよね。なんかあの辺の、その経済産業省とか中小企業庁とか、ああいうところが、本来その伝統工芸とかもそうだし、そのいろんな、まあ仕事、中小企業とかを下支えして、こううまく回っていくようにっていうのを、まあ頑張って守っていくところだと思うんですよ。そこからの視点で見たときに、今のこの、その財務省主導のインボイス制度、どう見えてんだろうっていうのはちょっと気にはなってるんですよね。そうですね。ちょっと記者会見の模様は YouTube でも見れるようになってるんですけども、あの時いろいろ質問もしてるんですけど、僕らからも実は手紙を、その、要請書と一緒に送ってまして、はい、いろいろ質問はそこに書いてあるので、その返ってくる答えをどうするかってまだ決めてはいないんですけども、ただ僕らとしても、やっぱりその今出てきた中小企業庁とか国税庁とか、公取さんとかも含めて、やっぱりこう一緒にこの税制って本当に大丈夫かっていうのを考えていけたらなっていうのはすごく思ってて、
僕はあの記者会見の時、あんま時間がなかったんですけども、中小企業庁と国税庁の方とはちょっと名刺交換して、少しお話しして、まあ、今後もちょっと意見交換していきましょうっていう挨拶はしたんですけども、だから僕もその時に、本当はインボイス嫌ですよねって実は聞いたんですよ。やっぱ中小企業庁さんから見ても、今中小企業大変じゃないですかみたいな感じで。やっぱり、まあ、インボイス反対ですと当然その職員の方は言えるわけないんですけども、そうですよねみたいな感じで、はい、また今後も意見お願いくださいみたいな感じだったし、あと国税庁の方とも、お話しして、ちょっとこれインボイスで脱税とか、ま、国税庁なんか特にだから現場にすごく近い人たちなので、徴税納税の現場にで実は大変なんじゃないですかって話をして、職員さんにはちゃんとヒアリングできてるんですかってちょっと質問はしたんですけど、うん、あんまちゃんとした回答が返ってこなくて、うん、で実はちょっとこれインボイス脱税の問題出てきますよねって言ったら、国税庁の方すげえ目を光らせて、なんですかその話はみたいな。やっぱりその国税庁としては脱税っていうのはすごく気になるキーワードなんだなってのちょっとその時思ったんですけど、まあ、実際僕、まあ、インボイスが始まることで、まあ、脱税という言い方が正しいか分かんないけど、ちょっといろいろとその納税がおかしくなる現場が出てくるとは思ってるんで、なんかそういうのも情報が集まったらまた共有しますので、よろしくお願いしますみたいな挨拶は一応したんですよね、うん、だから誰が敵かっていう話が記者会見であったんですけど、加害者は誰かっていう、だけどきっとみんな省庁の方たちも被害者というか困ってる時代がどんどん今後起きてくるんじゃないかなと思ってるので、もうみんなで手と手を取ってインボイスを止められたらないいなとは思ってはおるところであります。そうですよね。ただ13日の時の公正取引委員会の返事が、回答という言いますか説明がほにゃらほにゃらしていて、私には全然わからなくて、なんかすごくもやもやしていたところに、ボイクション の, 代表の朔也さんが切り込んでくださったのがすごく私は印象に残っています。あそこでピリッとしましたね。はい、なんかまあ、何だったかっていうと、その登録は強制しないが、登録しないなら契約は継続しないっていう、まあ、その声の中の一つなんですよね。で、それを取り上げてくれた、どなたでしたっけ、議員さんがいらっしゃって、福島先生ですかね、福島先生ですか。で、なんか それに対するその公正取引委員会の方が、まあその一言だけでは、まあちょっとこう、その一言だけでは正直ちょっと判断できないとか答えられないとかね、強制だったかどうかは言葉だけでは読み取れないし、いろんな事情を判断しなきゃみたいなことをゴニョ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 っておっしゃってたんですよ。はいはいはい。で、そこで、桜井さんが出ていらして、免税事業者はその一言に振り回されてるんですよってバシッと言ってくださったというね。はい、そうなんです。その一言をバシッと言ってくださった。で、会場からそこで拍手が起こったっていう、まあそういう場面でしたね。はい、その一言おっしゃってくださった朔也さんが実はスピーカーにパチパチパチ。いや、もう安田さんの今の説明で僕何にも言うことない。いや、だけどあそこってなんとなくこう聞かなきゃっていうか、その説明を聞くモードになっていたんだけど、聞いても聞いても理解できないっていうか、だから何なのっていうことがもう本当にモヤモヤ感がこう湧き立ってきてたところだったので、本当におっていう感じでしたね。まあ、僕は最後列に立ってましてね、それでまあまあ、僕は議員でもなかったんで本当は質問権はないんですけど、まあ、すいませんって手を挙げて、で、まあ、たまたま司会がね、ボイクションの福宮だったんで、まあ、指名してもらったんですけど、もうあれでしたね、議員さんたちもその官僚の皆さんももう本当危険人物が出てきたんじゃないかっていう目でもうなんだっていう感じでしたよね。シーンとしてますよね。あの場にいらっしゃらなかった方はぜひアーカイブ
YouTube であの場面を見ていただきたいと思います、ね、ところがね、あのすいませんって僕の一言はマイクが拾ってないんですね。あ、そうそう、聞こえなかったです。あの、指向性の問題で、うん、それで、あの、うん、だからなんかこう福島議員がこうね、あのずっとあの小鳥の方と話してたんですけど、その中に一瞬静寂がパッてあってっていうあの映像を見てるとそういう感じなんですよですね。私後方にいたので、そのすいませんって手を挙げた、なんかその勢いがあの YouTube 見てもわからなくてあれって思いました安田さんのすぐ後ろにいたんですけどね、でいや、もう本当もうあの味方であるはずの議連の先生方も一斉にやばいんじゃないかっていや、あの正直僕会場をちょっと裏で取り仕切る役だったんですけど、なんかやべえ変態が来たと僕も正直思ったんですよ。なんか誰か叫んだぞ今みたいな。でなんかつかつか来るぞこっちに。あの実はあの共同代表もそう思ってたらしいです。私の声だとは気づかなかったらしいです。同業者なんですけど、後で聞いたんですけどね、てっきり変な人が来たって思ったらしいですね。もうやべえやつかと思いましたよ。であの先生方はね、まあもちろん面識ある先生もいっぱいある いらっしゃるんで、まああの面識ある先生方はあれなんですけど、面識ない方は近づいてくると余計に変な人なんじゃないかって思ったみたいですね。まあでもあの咲夜さんのあそこでちょっとピリッとしたなっていう感じがしましたね、ヒアリングの。なんかね、あのこうそう、あの質疑感がそこまであんまりなかったんで、なんかこうね、あのただだらだらとこう説明を受けるっていう感じがなんか心地悪かったんで、なんかね、あの本当はね、あの私はあの登壇する予定も何もなかったんですけども、そうだから、その一言に振り回されてるんですよってしっかり言ってくださった後に、でそのいやだけどその裏にはどんな理由があるかわからないしみたいなことをね、ごにょごにょごにょっておっしゃった時にそこにどんな理由があるかなんて免税事業者にはわからないんですよって、さらにこう追い打ちをかけるようにね、ピシャッと言ってくださったので、それでその辺はどう思いますかって問い詰めたんですよね。そうですね、あの委員会の質疑なんかをね、あの趣味のようにしょっちゅう見てるんで、なんかこうそういう感じになっちゃいましたね。でその前に説明されていた、なんかその40件ぐらいその、対応したものが事例があってみたいなものに対しても、それ何なんですかとか、どういう改善されてで、その話は上がってきてるんですかみたいなね、話までぐいぐいとおっしゃられてさあどうなるんだろうみたいに思って、本当ワクワクしましたね。まあ、あの結果あれはあの安藤先生がね、あのうまいことこう引き受けてくださったんで、あの着地しましたけどね。そうですね。でその後にやっぱりまた福宮さんがね、はいはいはい、あの小鳥の方々もここにいらっしゃる方々はあの敵だとは思っていませんよって、味方になってほしくてここに来ていただいてるんですっていう、またねナイスなフォローされていてもうボイクションの方々ってなんでこう演出からこう演技から全てがこうなんかチームになってて素晴らしいなと思いました。いや、あれはこれ以上あの代表ほっとくとまずいなと思っただけでしょう、福宮。このあともう一人の共同代表もあの喋んなきゃいけないのにこの人いつまでも前に出しといてまずいなって思ったんだと思います、いや、まあ、あのその場面をご覧になってない方で今ラジオを聞いてくださっている方はぜひそこは一つの山場だったと思うので見ていただきたいと思います。まあ、あの会見で分かったことは、公取は何も機能しないってことですよね。いや本当にそうですね。そうですね。で、あの全国に8カ所っておっしゃいましたっけ、あの時。そうですよね、はい、ね、うん、で何人いるかっていうご質問もありましたよね。でなんかすごい少なかったですよね、うん、最初数十人って言って数百人って
そうそう、増えたんですよね。増えたんですよ。一桁か二桁が増えましたよね、うん。びっくりしましたけど。まあ結局のところ、まあ、そのそれこそ安藤先生もおっしゃってましたけど、結局、まあ、何かあれば口頭にみたいなことが、今後はちょっとやっぱりそれはやめてほしいなっていうのは、結局口頭は機能しないっていうことがよく分かったので、さすがにもう言えないんじゃないですかね。あれだとね、でも今日も言ってましたよ、国会で。確かそうそうそう、今日同じことを言ってましたね。原稿差し替えてもらわないと、そろそろちょっとそれはもう使えない手だよってことで。いや、フリーランスにしろ、あの自営の小さな商店にしろ、あのみんな困ったから公取に相談しようって考える人誰もいないじゃないですかね。そうなんですよねそんな身近じゃないですよ ね、うん、だからその人数の件もそうですし、あの、うん、手順のこともそうでしたけど、うん、もう一つ安藤先生が突っ込んでくれたその時間の問題ですよね、はいはい、だから、うん、あのSOS、 緊急の SOS なのに対応できるのかどうかっていうことに、うん、できないってことが分かっちゃったじゃないですか、うんうんうん、それも大きいですよね。だからこう本当に駆け込むところがないっていう、うんうん、ないですね。そうなんですよね。だから結局そういうセーフティーネットも何もない中始まる制度は本当に大丈夫なのかっていうのがすごく思うんですよね。でなんかこうよくこう推進派の人とかも手当を、そのもしインボイスによってもしこう不利益を被る人たちがいるんだらば、そこに手当をすればいいじゃないかみたいなこと言うんですけど、じゃあその手当の制度って今誰が何か話し合ってるんですかっていう気もするし、何にもない中始まってしまったわけで、あの先ほど自殺したい人の話もありましたけども、あの本当に止めないとまずくなるんじゃないかななんていうふうに思っております。これがまだその始まって1ヶ月の話でこれだけのことがいろいろ噴出していて、でしかもその経過措置がだんだんなくなっていって6年後にはまっさらの状態になるわけですよね。でそこに放り出されるわけですよね、あの我々は、はい。で私一番気になってるのは、その時に初めて社会に出る若い子たち。そうなんですよ、新規参入者ですよね。その子たちってもうその今これだけその取引排除とかサイレントで登録してないんならもう無理だねみたいな感じで、そもそもあの取引してもらえないみたいな状況が積み重なっていくと、本当に6年後はもう社会に出たらその場でインボイス登録しないとあの何もできないよっていう風になっちゃうんじゃないかなって気がして、で本当にそれあの社会のあり方としていいのかなっていうのはもうものすごく疑問なんですよ。でうちなんかもそのまあ子供いるんですけど、なりたい仕事とかそういうのって今夢があっていろんなことをこう考えたり想像するじゃないですか、子供たち。でも、はい、親として例えばですけど、そのいや会社員になっとかないとめちゃくちゃ辛いよとかインボイスっていうのがあってねみたいな説明を子供にするのかなと思うと、なんかちょっとそれもすごく、うん、なんかハテナマークだし、あと今例えば大学生の子とかももうすぐじゃないですか社会に出るのが。うん、はい、でそういう子たちの未来をものすごく狭めてる気がして、なんかとにかく今気づいてる我々で止めないと本当にまずいんじゃないかなってずっと思ってるんですよね。うん、そうですよね。本来スタートアップの支援をするとか政府は言ってるんですけども、そことの整合性はどうなの、アクセルとブレーキ両方踏んでねって最初から言われるっていう、うん、やっていけないと思っちゃいますよね。その
なんか最初からフリーランスっていうのはもう不可能になりそうな気がしますよね、うんうんうん、あのフリーランスでやるって言ったらどうすればいいんだろうって、まあ、なんか周りの人に言ったら、いや税務署に行って青色申告した方がいいよとかって教えてもらって、あそうなんだって言ってこうやってきたわけですよね、うんうんうん、私なんかは。でそれですらね結構ハードル高かったし、うん、こんな書類毎年出さなきゃいけないんだっていうだけでもハードルが高かったにもかかわらず、それに加えて売り上げに消費税がかかってくるってなっちゃうと計算できませんよね。いくら稼げるかも分かんないし、え稼げなくても払うのみたいな感じになってくるじゃないですか。ちょっとしか稼がなかったとしても、もしインボイス登録しちゃったら払わなきゃいけないし、インボイス登録しなかったら仕事そもそも来ないかもしれないなんて。しかも今大学生の子たちみんな奨学金借りてますからね、その借金背負ってるわけですよね。その返済をしながらスタートしなきゃいけないところで、うん、本当に自分の、うん、本当にこれやりたいという仕事が選べるのかなっていうところが、なんかもう本当心配で心配でしょうがないです。いや本当に、まあだから僕らがボイクションを立ち上げたのはまさにそれがもともとはきっかけなんですよね、うん、結局その未来の声優になりたい人たちが本当にその作品にだけに向き合えるのかっていうところがもともとスタートだったんで、まさにそうなんですよ。だから僕らなんて本当もう役者の勉強だけをしてて、それで役者になるわけですよね。その時にその税のことなんて本当まあ不勉強って言ったらそれまでですけど何にも知らないんですよ、うん、それで1年目の2月ぐらいになると先輩がお前確定申告って知ってるかっていうとこからやっと始まるんですよね、うん、でもそうですよね、うん、ねえ、で何書類出さなきゃいけないのみたいな、しかも期間が決まっててみたいなそこから始まるのに、そこにまた消費税の確定申告が入ってってなると、もういわゆる専門学校とかなんかでも税制について教えないともう無理だと思うんですよ。うん、うんうん、事業のやり方とかってどこでもね学校では教えてくれないまんまですからね。まあでも税の勉強はした方がいいかなっていう、なんか僕はこのインボイスのこの活動を始めて、うん、あ税ってこういうものかとか改めてすごい考える機会にはなったので、うん、そうですね、まあインボイスはなくしつつ、うん、なんか税のことは考える授業があっても、まあ、確かにいいのかなっていう気は実はして、ああそれは間違いないですよね、うん、今までこうそこをなんていうかな、こうちょっと役者ってこう寄捨て人的なそのいわゆるそういうところと関わらないでもいられるみたいな、はい、はい、いやライターもそんな感じ、なんかこう、うんうん、ファンタジックな部分がありすぎたっていうのは間違いないですもんね。だから知ってる上でこう、うん、平和に暮らせるのが一番いいと思うんだけど。いや平和に暮らしたいですよ。やっぱり消費税って赤字でも課税かかってくる税金なので、かなりやっぱりスタートする人たちにとってはすごく厳しい世の中になっちゃいますよね、うん、このままだと。いやそうだと思いますよ、うんうん、そうやっぱりコメントの中でもその通勤とかオフィスワークが無理っていう人もいたり、子育てとか介護の理由でっていう人もいれば、まあ、国を挙げてそのリタイアした人たちにその事業をね始めるようにこうフリーランスでを進めたりしてるわけじゃないですか、片方でね。でそうしていながら足かせをもう最初からこれだけつけてしまうっていうのは本当に理解に苦しむところなんですけど、
本当あのなんとなくこうそのフリーランスっていうとなんとなくこうクリエイターって好きだからやってるんでしょみたいなとこあるんですけれど、コメントを見た以上ではあの、まあ、割合としてはクリエイターの人多いんだけど、でもコメント見た感じではまあクリエイター多いといえば多いですけど、すごくいろんな多様な人が書いてくれてるなという印象があったんですよね。うん、だからなんかもっと広い人にあの関係してるし、あと地域もね、本当に東京中心だけじゃなくて、本当に北海道から沖縄までもうありとあらゆるところの人が書いてくれてたので、うん、日本中漏れなく。関係してね、北は北海道から南は沖縄まで、はい、うん、ですよね、うん、はい、そんなところでもう気づけば1時間以上経っているので、本当だ、はい、そろそろ締めに入っていきたいんですけども、最後になんかこう言い残したこととか、これだけは言っておきたいとか、あと今後のなんか予定とかもしあれば伺いたいんですけど、まあ、なんかヒロさんからどうですか。そうですね、私はまあ、一応愛知支部という形で、ストップの本体もやりながら愛知県の方の動きもいろいろしてるんですけど、やっぱり、まあ、地域でやれることっていうと、陳情とか請願とかを自分の住んでる自治体だったりに出したり、まあ、そこにいる議員さん、地方議員さんにお話ししたりとかっていうところをからかなとは思うんですよね。で、本当にその、これはもう、なんていうのかな、国がやってることではあるけど、やっぱり地方を非常に衰退させると思うんですよね。小さい商店街とか、まあそこだけでうまく完結しているようなところとかにも、まあいろんな、まあなんていうのか、メスが入るっていうか、まあひびが入るっていうか、そういうふうに、感じているので、まあ、やっぱり身の回りの生活しているところが、どんどんなんか街自体が寂しい感じになるのって嫌じゃないですか、はっきり言って。うん、で自分が好きなお店とかが知らないうちに作れてたりとか、でひょっとすると、まあ、これちょっとここであんまりいろいろ喋っちゃうとあれかもしれないですけど、なんか名古屋、まあ、私、名古屋に住んでるんですけど、名古屋市立の幼稚園に、幼稚園の園児の子たちが、ちっちゃいランドセルみたいなのを、一応、指定であって、で、それをみんな、購入して、幼稚園に、名古屋市立の幼稚園に通ってるんですけど、そこのカバンを作ってくれてる業者さんが、このタイミングでもうやれないって話になって、急になんか連絡が来たんですよ、幼稚園から。来年度から、今皆さんが使ってるカバンじゃなくなりますっていう話が。で、なんか年度代わりとかそういう時に話があるならなんかわかるけど、なんかすごい変なタイミングです、その話。うん、そうなんですよ、出てきたなと思って。で、まあ、ご高齢だったりとか、ひょっとすると。で、多分、もう何十年も、その同じカバンを作り続けて、幼稚園に通わせてる親御さんも、自分が名古屋市立の幼稚園に通ってた時に使ってた、同じカバンを使ってたみたいな感じなので、多分ずっと同じ業者さんが作り続けてくれてたと思うんですよね。で、そこが、このタイミングでとか、でも、来年度から使えません、みたいな話になってきて、まあ、ひょっとしてっていうのを思ったりとかすると、やっぱりみんな、その、全然インボイスのことを、その、例えば幼稚園に、通ってる、通わせてるお母さんたちとかも、普段別にそんな話しないんだけど、結構やっぱりなんか変だねっていうか、おかしいね、みたいな話も、ちょっとポロポロと出てきたりしてて、そうやって、やっぱり廃業なり、まあ店を閉じるみたいなところの背中を押しちゃうことが、その人たちが、うちインボイスで辞めますって言わなかったらもうわかんない話になっちゃうんですよね。なんかそこもすごく、まあ知らないうちにどんどん景色が変わっていくんだろうなと思うと、まあ、やっぱり声をちゃんと上げて、
まあ、そんなことおかしいよっていうのを言い続けないと。で、地方でも本当にそれを伝えていかないと、あの、地方の特色もなくなっちゃうし、全然面白くない日本になっちゃうんじゃないかなと思って、まあ、一生懸命ちょっと、あの、陳情請願は頑張っていきたいなと思ってます。はい。はい。ちょっと似たような話なんですけど、僕、両親新潟なんですけども、で、まあ、今でも新潟の知り合いとかもいて、で、そこの人の話なんですけども、笹団子ってご存知ですか？わかります、わかります。美味しいですよね。はい、美味しいんです。新潟名物で、こう、笹、団子なんですけど、笹にこう、くるまってて、で、それをこう、紐で結んであるんですけども、で、あの紐っていうのが手作業なんですよね。で、一個数円みたいな感じで、要は内職じゃないですけど、そういう、おじいちゃんおばあちゃんがそういう手作業でやってるんですけども、実はそこにやっぱりインボイス関わってるんですよ。で、明らかにでも、そのやってくださってる、その笹団子の紐を作ってくださってる方たちに、登録しろとは、まあ、無理だと。もうそもそも安い金額でやってもらってる人。で、結局そこの笹団子屋さんが被ることになったらしいんですけども、だけどそこの笹団子屋さんだって、別にそんな潤沢に儲かってるわけじゃなくて、うんうん、で、やっぱり厳しいという状況だから、まあ、ひとまずそこの笹団子屋さんは今すぐ潰れるって話ではないんですけども、確実にやっぱり、なんでしょうかね、経営にダメージを受けてしまっているんですよね。笹団子ごときと思うかもしれませんが、もう僕は笹団子大好きなので、やっぱこの笹団子がなくなるのは辛いなとか思ったりも、今ちょっとヒロさんの話を聞いて、そんなのも思ったんですけども、多分そういうちっちゃな地元の地域の産業とか、がやっぱりどっかでダメージを食らってるんじゃないかななんていうふうには思ったりもします。まあ、あのね、どこだかの給食のその業者さん、あれも消費税のやっぱり問題でしたもんね。だから、消費増税のたんびにそういうことは起こったんだと思うし、うん、今回のそのインボイスはもう本当にそれにとどめを刺すようなことだと思いますけどね、僕はね。そうですね、あの給食センター倒産したところ、ね、はい、結局最終的には消費税払えなくて倒産っていう、はい、安田さんどうでしょうか。そうですね、はい、私今回その声を、まあ、分類したり、まあ、ピックアップしたりとかっていう作業をさせてもらって、本当に今回書いてくれた声をね、届けてくれてありがとうございますって思う気持ちと同時にね、やっぱりこれだけの不安とか実害があるっていうことを、まあ、読んでこう、うん、辛さをこう、あの、受け取ってしまった以上はね、やっぱりこれ広く伝えていかないといけないなっていうふうにもう思うんですね。で、やっぱり苦しいとか大変とか、特にやっぱり経営が辛いとか生活が成り立たないとかっていうことってなかなか他の人に言えないじゃないですか。で、言えなくて言ってない人の方が多分多いと思うんですね。だってここに書けた人っていうのはやっぱりある程度なんだ SNS 使ってて、でストップインボイスっていう活動を知っていて、この人たちに届けたらもしかしたらどこかに届くかもしれないって思ってくれる人たちが書いてくれたと思うから、この2000のコメントっていうのがここにあるわけだけれども、それも知らない、だけどインボイスどうしよう、あのなんだ、消費税払うために借金しなきゃいけないとかっていうような、なんかそれで相談窓口ない、どこに行けばいいのって、公取の公の字も知らないみたいな人もいっぱいいると思うんですね。で、だけど苦しいとか大変っていうのって言ったらなんかこうね、きっかけがあったりとか誰かが手を差し伸べてくれたりとか解決策を教えてくれる人がいるかもしれないわけだから、やっぱり苦しいとか大変だっていうことを声上げてもいいよっていうことを、まずなんかこう私が住んでいる地域でもね、あの上げられるようなそういうことを作っていきたいなと思った時に何できるかなって思うと、やっぱりその 議員さんなのか、あるいは商工会なのか分かんないけど、ともかく今回ストップがやったみたいに不安とか実害の声を集めてくださいっていう、なんかできないかなっていうのを今考えてます。うん、なるほど。そうですね、あのもう声なき声が本当はもうこの
アンケートのそのさらに先に裏側向こう側にたくさんあるはずなので、うんうん、はい、もう多分氷山の一角みたいなね、うん、もうものだと思うので、もうそれからこれからその確定申告に至ってね、こんなに払わなきゃいけないのって思う人とか、登録したら払わなきゃいけなかったのって気づく人もいっぱいいると思うんですね。だからやっぱりそれまでになんとかその地域でセーフティーネットができるのかどうかって本当に分かんないですけど、うん、せめて苦しい大変って声を上げてもいいよっていうなんか空気を作っていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに今なんか何ができるかまだ悶々としてるんですけど、うん、頑張りましょう、はい、もういろんな企画を考えていきましょう。そうですね、さくやさんどうでしょうか最後。まあ、ここのとこボイクションは目立った活動はないんですけどね、僕はこの活動やっててずっとこう頭の中に流れる音楽っていうのがあって、で、まあ最初ボイクション立ち上げた頃は三輪明宏さんの酔いと負けの歌っていうのがずっと頭に流れてて、ね、父ちゃんのためなら、そうですね、まあ本当良いと負けの皆さんはもちろん個人事業主でしょうし、うん、あれですけど、で今度こういわゆるこう推進派なのか賛成派なのかっていう人たちのそのバッシングみたいのが聞こえてきた時は、今度はもうジョン・レノンのイマジンが流れるんですな頭の中に。ちょっと想像してみろ、想像してごらん、そうそうそう、で今はもう何ていうかこういざ始まってやっぱり頭に流れるのは今あの清志郎さんのジャンプっていう曲なんだけど、ジャンプですね。そうそうそう、だからなんかこうね、そういうミュージシャンの人たちもみんな個人事業主なわけですよね、うん、だからこう何ていうかそういう自分の生きるその時に聞こえる音楽っていうのもそういうとこから生まれてるんだってことをなんかもう一回みんな分かってほしいなと思うんですよ。それは漫画であったりアニメであったりすると思うんですね、うん、舞台だったりすると思うんだけど、なんかそういうところにいろんな影響が出てくるんだってことをもっと分かってほしいっていうかね、うん、そんなことを考えてますね、うん、はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ僕からなんですけども、まあ、正直僕もちょっと止めようと思って止められずにここまで来てしまって落ち込むこともあるんですが、ただやっぱこの活動をやってて思うのは、政治とは日々絶望との戦いだと思ってやっておりまして、でそしてもう一つやっぱ思うのは、日々僕らは仲間が増えてるってことは確実に もう思っていることなので、本当に咲夜さんとも、まあ、ヒロさんとも安田さんともこう出会えたのは日々の活動のおかげなので、僕らがやったアンケートにこうすごく悲しい話とか、辛い思いとか気持ちとか書き込んでくださってる方、これもまた僕一つやっぱこれで一つつながりができたと思ってますし、絶望してるかもしれませんが仲間が確実に増えてると思ってますので、ぜひともインボイス止めていけたらなと思っておりますので、引き続き皆様よろしくお願いしますというところで、あとそうだ、ヒロさん、今日のちょっとお話ししてたこのアンケートとか、それってどうやって検索すればダウンロードできるか、そうですね、今とりあえずノートには、読める状態になってるのが用意はしてあるんですけど、ちょっとなんだろう、各自治体とかに陳情とか請願とか、地方議員さんに会いに行くときに資料にしたいよっていう方のために、また PDF でダウンロードできるようにはしたいと思ってまして、ちょっとまだそれ準備が整ってないので、近日中に、はい、できるようにしてまたアナウンスします。なるほど、はい、わかりました。ぜひとも皆さん見てくださいというところで、はい、あと文さんリクエストいただいたんですけど、すいません、またまたの機会というところでよろしくお願いしますというところで、本日のスペースは録音を残し後日 YouTube でもアップします。 Twitter のフォローや YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてオンライン署名もまだまだ集めていきたいと思ってます。今56万筆、これ
ぜひとも100万目指して、本当は年末ぐらいまでいけたらいいな、年末の税制改正大綱までに100万いけたらいいななんて思ってますが、でもせめて3月の確定申告あたりまでには100万また集めて、岸田事務所に持っていきたい。岸田事務所が3月にあるのかどうか分かりませんけども、あるのかな、まだ解散はしないのかもしれませんが、持っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、本日もありがとうございました。皆様、夜分遅くまでありがとうございました。昨夜さんも、ヒロさんも、安田さんもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。